のおつまるです。ギターのゆりです。今日は出張ゆりのおつまるチャンネルということで、もう声は聞こえてますけども、今日はですね、TC ガキさんに遊びに来ました。で、出張ゆりのおつまるチャンネル第2回なんですけども、なんと今日もゲストが来てくれましたということで、呼び込みましょう。どうぞー、バーン、トピスタレナです。何、お笑い芸人なのどうしようかなってちょっと考えて。なるほどね、はい、ちょっとご時世もありますので、今日はマスクつけたままお届けしたいと思います。ということで、今日は TC ガキさん、あ、レナもね、来たことあるんだよね。あります、あります。ギター買ったんだっけ。あの、今使ってるギルドというアコギをここで買わせてもらいました、はい、まだ実はお店開いてないすごい、私だってこれ見たことないもん。そう、私もね、ないんで、まあ、通常1時から8時の営業なんですけど、早めに来て査定させていただいております。ということで、早速中の方に入っていきたいと思います。いざ潜入、よろしくお願いします。お願いします。よし、じゃあこっちに皆さんいらっしゃる。はい、店内こんな感じになっております。ということで、今日はですね、なんと聞いてください、はい、案内してくださる方がいらっしゃるということで、はい、案内役の方呼び込みたいんですけども、はいはい、レナさん呼び込んでもらっていいですか。私呼び込むのが苦手だからやってみてもらおうかな、では案内してくださる方を募集します。辻島さんです。イエーイ。青髪が綺麗。どうもです。派手髪で3人でお届けします。津島さんです。津島です。よろしくお願いします。あの、私たちですね、はい、アコギとエレキしか見に来てないんですよ。あとエフェクターとか、うん、基本 1,2 回しか来たことないんですけど、はい、なんとこのフロアベースもあるし、ベースあります、金管楽器もあるしということで、あの、私たちが行ったことないフロアもあるということなんで、全部今日は全部いっちゃう、津島さんにご案内していただきたいなと思っております。頑張ります、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ゴー。エレキギターとエフェクターが1階にあるので、はい、とりあえずそこを見ていただきたいな。はい、まあ、ブランドとか、はい、あとどこの国で作ってるとかで、はいはい、まあ、大体コーナーが分かれてたりするんですけど、ジャパンヴィンテージコーナーなんですかね。ジャパンヴィンテージ、そう、かっこいい、ヤマハさんとか製の古いギターとか、グレコさんとか、70年代、はい、80年代が主ですかね。なるほど。レナさん、ヴィンテージはご興味？ヴィンテージしかご興味がないんですけど。あららら、素晴らしいですね。すごい目の前にいらっしゃったんで、うん、私不次元使ってたんです、前。マジで？ただまあ前の話なんですけど。あ、前、ま、こっちは変なギターがいっぱい。変な。マニアック。本当にマニアック。まあ、メタル系から、ちょっと変形タイプ。なんだこれ、骸骨あるよ。すごい。ダウンチューニングも最適って書いてある。アイバニーズとかですね。では次に参りましょう。まあ、こっちがやっぱ、キャー、フェンダーとギブソン。フェンダーギブソン王道ですよ。いろいろ揃えてます、はい。下にもいっぱいありますね。はい、まあ、最近のものとか、カスタムショップとか、はい、上位グレードとか、はい、ヴィンテージとか、はい、ゴロッと。ありますので、まあ、ギブソンのフルだったとこの辺、はい、335とか335あります。かっけー、335いつか欲しいとか。いやね、え、似合うよ絶対。で、こっち、まあ、カスタムショップも紛れてたりとか、はい、まあ、ギブソンのレスポールとかが今いますね。なるほど。これがちょっと古めで70年代71年かっけーこれのゴールドトップ。重要ですね。お値段がちょっとね、学生の方とか見たらね、ちょっと、うん、何桁かなってなるんですけどね。買います？レナさん。いやいや、ね、買いますって質問びっくりしたけど、うん、横のレスポール、これめっちゃ似合ってる、買います？めちゃくちゃ買いますけど、そういう買いなの？あ、じゃあ、聞いてない、聞いてない聞いてない、聞いてないこの辺は最近の私、うち中古専門店なんですけど、はい、あの、最近は個人工房系の新しいギターも新品で取り扱うことが増えてきてて、TS ファクトリー、初めて見た。TS ファクトリーっていうブランド、東京のブランドなんですけども、うん、そこが作ってるみたいなブランド。おしゃれ、おしゃれだね、モダンな感じする。うん、
私がお世話になっている TMG ギターさんのコーナーがあるので1回はそこをねぜひ押したいと思います。ここにどんどん真ん中に、まあ、今3本だけ、あ、4本かな、はい、も含めて、はい、出張というか出張 TMG、 いろんなコーナーで TMG を見ていただきたいっていうので、はい、そうですね、ちょっとコーナーからね今解散っていう状態でピッポ、はい、まあ、それはあの守ってもらってます。お好みのネギタを作れるんですよね、これ。はい、まあ、TMG はもう当店、テシア正規代理店としてあった、はい、アメリカのブランドですね。素晴らしい。まあ、ヴィンテージリスペクトっていう感じの。素晴らしい。TMG も新しいモデルが何本か出ていて、はい、レナ好きそうなやつあるよ。はい、見たい。ちょっとコーナーから出て出張に行ってるんですけど。見て、ピンク。サーモンピンク。うん。ジャズマス。そう、ジャズマスタータイプのロニー・スコットというモデルなんですけど、ロニー・スコット。あとはこっちがスカーレット、ね。スカーレットですね。かわいいんですよ、スカーレットちゃん。音もね、めっちゃね。太めでめちゃくちゃかっこいい、うん、いいですね、TMG、はい、さすがです。オートーバーもこっちですね、はい、もうレリックがもうバキバキに入ってますね、はい、そう、このハードレリックっていう、はい、こういうハゲハゲの、うん、あえてハゲさせる、うん、エイジドの具合も、まあ、オーダーとかで細かく指定ができるのでいいですね、はい、幅広く。レナはサンバーストが好きですか、それとも、好きです、ね、あ、サンバースト好きですか、はい、かっこいい。レナイコールサンバーストのイメージある。あ、本当に、うん、大人っぽい気がして、憧れが昔から確かにありますね。私逆にあのこうレリックバキバキ入った、はいはい、うんうん、王道の色じゃない方が結構好きだったりする、うんうん、なんだこれは、レナ出た、出た、これはあのうちのお店が今までやらかしてきたギター、ね、やらかしてきた、なるほど、やらかし加減が分かりやすい、はい、これはココアシガレットってもうオリオンさん、あ、はいはいはい、流しの正式にコラボして、あー、いやすごい、めっちゃ可愛い、見てオリオンってことはモザイクかけなくて大丈夫、うん、大丈夫やばい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 、もうあの上2つもモザイクは大丈夫ですかね、大丈夫です。そしてここです、グレッチとか一軒とか、めっちゃいっぱいあるよ。あとアイバニーズの箱物とか、あの、まあ、セミアコフルアコって言われてる、ね、はいはいはい。そして奥はでですごい、あとめちゃめちゃうちあると思います。そうですね、シャツはめっちゃある。他の楽器店さんに比べると鬼のように、うん、ここにしかないエフェクターとかあるんですか？あ、そうですね、まあ、中古専門なんでもう、はい、本当いろんな年代古いものから自信があって取り揃えなんですけど、遠くにないのって言ったら、テレテレ、これうちオリジナルのエフェクターがあります。あの右がですね、あのサノーフェイスというエフェクターになりまして、はい、あのそちらにですね、あのエフェクター担当のサノーという、サノさんですすごい、はい、メガネかまんまですね。もうエフェクター担当としてです、ね、はい、かなり経験が豊富なので、あのプロデュースで最強のフェイスを作ろうってことで、もともとファズフェイスっていうモデルがあって、はい、まあ、それがその顔に見えるっていうので、はい、でもちょっと踏むの躊躇しますね、こちらそうですね、すいませんって、すいませんですね、でもファズだからやっぱ思いっきり踏まないと、ね、まあそうだね。いやでもこれエフェクター好きな人永遠に入れるんじゃないですか。そうですね、やっぱ近年のモデルからこういうヴィンテージとかも取り揃えてるので、これだけそう、これだけ量はあるけど絶対厳選されてるものだと思うんで、うんね、ということでエフェクターコーナー、はいですね。では2階に行きますか。2階行きましょう。はい、では2階を対馬さんにご案内していただこうと思います。はい、まあ一番いかついと思います。いかついっすね、いかつい、ナンパーじゃないヴィンテージとか、はい、めっちゃ珍しいモデルとか、数えちゃダメだよ数えちゃダメよ急に世界が変わりましたよ、1階とは。ここが2階のアコースティックとベースのフロアですね。どこから行きますか？ベースから行きますか？ベースから行きますか？ベース奥から行きましょうか。まあ、パワーッというと最近の、求めやすいモデルブランド。そうですね。で、まあ、国産のチョコ。はい。とか学生さんも手が出しやすい。ブルーズさんですね。
を使ってたんですか？ベーシストですか？あ、確かに。フェンダージャパンのレアなモデルとか、あとカスタムショップ、はいはい、ヴィンテージもありますね。お、緑だ。強そう。ちょっとハイエンド的な、はいはい、ブランドもの。おしゃれ。うん、おしゃれ。おしゃれ。やっぱりベースおしゃれ。おしゃれ。そうですね、ハイエンドのベースちょっとしゃれてるの。しゃれてる。この辺はムーンとか。あー、よく聞きますね。はい、ベーシストはかなり。持ってる人見たことありますね、結構。なんかベースはさ、引か、うん、あんまり弾かないけどさ、ね、こうやって見るのはすごい楽しい。いや、私は、うん、ライブに行くと必ずベースを見てしまうぐらい。マジで好きなので。お、TFG のベースですね。TFG、ベースもあるんですよ。なんと、素晴らしい。ベースも全モデル。しかもまたこれも、はい、レディックが。そうなんです。まあ、プレベタイプとジャズベタイプとそれぞれ。ヒュー！プレベタイプの語源もあったり。あー。語源？はい。ステッドホンって、まあ、プレベタイプと、はい、あとこっちにある、ヘイブンっていうジャズベタイプ。はい、ここにあるこの黒い子と、この青い子。はい、この2本は、ユレガーデンの高田さんが実際に使っていただいて、モニターで使っていただいた。実機です。すごい。実機。実機ですよ、皆さん。これぜひ触っていただきたい。エルレガーデン好きな人、うん、もう燃えちゃうんじゃないここで、うん。溶けちゃうんじゃない、ガチなマジ。マーチンを弾けるような大人になりたいわけ。ね、わかる。私も、もしギターを買うならマーチンが欲しい。アコギ。そうでしょ？そうでしょ？これはもう D45 とか D28 の、ちょっと、珍しいモデルとか。いやー。はい。いいですね。いいね、カスタム系のモデルからヴィ、ンテージの D45 までありますね。マーチンはうちめちゃめちゃあります。本当ですね。これも60年代のヴィンテージの D28 とかなんで、はい、まあ値段も結構いい感じですよね。50年代のものがあるので180円です、はい、確かに。私、TC 楽器でマーチンで、うん、トリプルオータイプのアコギを探してますって言ったら、じゃあ探してますって言うたから、あ、そっか、うん、この人、3桁いける3桁は、そう、落としていけるから、そうだね、怖いね、怖いね、でもやっぱりいいんだろうから ね、でもこんだけね、やっぱ良さ説明してくれると買っちゃうよ、ね、買っちゃうよねっていう余談でした。そうね、いや、素晴らしい。そうだった、全然もう、ご予算に合わなかったね。入ったらご予算に行って、すごい声、そうそうそう、じゃあ、大表一の声ご予算に合わせて100いきましょうなんて言わないですよ。いや、栗山さんですね、実は。行っちゃいましょうみたいな、ちょっと違うけどっていうの。栗山さんはやっぱそんぐらいいいの行っちゃうのかなって、まあ、思ったんですよね。人に合わせてですよ、もちろん皆さんね、はい、ご安心ください。そうですね、一応ね、ヴィンテージバッグじゃなくて、こういう、そうですね、本当は初心者様とかサブで笑っちゃってますけど、笑っちゃってますけど、皆さん、ちゃんと、学生さん向けのやつもありますか？いや、そうそうそう、いや、本当にそうで、うん、なんかだからって言って、うん、適当に買うようなものじゃないと思う。そう。いいギターが揃ってるはずなので、ね、ちゃんと調整もして続いてるし。そこの、ヴィンテージ屋さんみたいな感じの敷居は上げないようにしてるので、うん、確かに。あともう、どうだ、もうこれからギター始めたいっていう方も、はい、もう全然来ていただいてというか、確かに、そういう方 もう多いので、うんうん、うちご来店が、はい、まあ、アコギもベースもエレキも全部いっぱいありますもんね、はい、5,000円ぐらいで買えるギターがあるので、お、全然お備えいただいて、ぜひ来てください。はい、ま、ギブソンのヴィンテージです、ね、ギブソン、かなえさん好きそうだね。50年代とか40年代とかもあります。やばいっすね。レナさんはずっとこのコーナーでギルドとかアコギをいっぱい弾いたわけですね。女がいたらってどういうことで、でも津島さんがなんとね対応していただいて、そうです、だから私が今弾いてる楽器は津島さんに案内してもらって、はい、買わせていただいたんです。素晴らしい。まあ、さっき下でもずらっと並んでた修理待ち調整待ちを、はい、修理調整を行っているのがここのリペアブース、まあ、TC チューンっていう名前でやってますけど、田中さんです、いつもお世話になってます。覗いちゃってもいいですか？まあまあ大丈夫です。でんてでーん。すげー散らかってる。
いやいや、ペペアで一番大事なところは何ですか。何でしょう。段取りでございます。段取りでございますか。めっちゃ大事。何事にも段取りですね。なるほど。楽器の良さをそのまま残しつつ、そうですね、使えるように。ちゃんと正しい位置に持ってくれば、はい、ちゃんと収まってくれてるのが、はい、いいのかなと思います。なるほど。フィッシュ楽器さんに並んでるギターは皆様の手によって、そうですね、呼びます、ね、はい、何かお困りなことがあれば、田中さんにご相談ください。お待ちしてます。ありがとうございます。ではレナさん、はい、私たちの未知の領域入りませんか。行きましょう。私行ったことないかもしれない。私もないんですよ、はい、では3階ですか。行っちゃいますか。行っちゃいますか。実は私たちもね、はい、中学生の時、吹奏楽部でして、はい、あ、そうなんですか。はい、はい、トロンボーンで、はい、ホルンとトランペット。僕バリトンサックスです。なんで。なんかやりますか。なんかやりますか。久々に見たクラリネット音が出なかったんですよね。え、嘘。あの思想の時。でもさ、なんかレナ荒れて言われた。マウスピース、うん、あなたは口がマウスピース、あの金管向きって言われたって。そう、大胆なものをいけって言われて。大胆な繊細なものはいけないからトロンボーンになりました。すごいね、うん、そういうのもやっぱ口の形がね、いろいろあるっていうよね。ある。金管と音管でね、あのリードのマウスピースなのか、ね、違いますもんね。そうですね、変わるので、ね、私最初フルート志望だったんだよ。フルートあります。そう、みんな憧れてるんで、あなたに一番前ですからね。そうなんですね、並びが。もうなんかリードを弾くじゃないですか、フルートとかピッコロとかが。羨ましいと思ったけど、あなたには品がないみたいな言い方されたもん。いや、そんなことない。でも確かに上品な方が前に座っていたわ。そうね、うん、上品な方が同い、うん、同級生が座っていたわ。座っていた。サックスじゃないですか。ただいま調整中。久しく見てなかったね。すごい。やっぱ久々に近くで見ると、うん、燃えるね。燃える。サックスかっこよかったもん。なになに、え、なにこの色。やば。まあ、あのエレキギターとかベースとかと一緒で、初心者さんでも使えるような価格帯から、ヴィンテージのいいやつまで幅広くあります。太鼓もあの和太鼓です。なんで売ってあるんですか。これ売ってないんですよ。あ、売ってないんですか。展示品ですか。飾ってて、あのストレス発散です。どういうことですか。どういうことですか。なんかカラオケみたいな。スタッフがいきなりここでぶったたく。おおおお。ちょっと。いや、そういう。そういう時はあの察します、うん。いきなりその叫びながら叩いてる時がある。やばいやばい。お客さん来れなくなります。なんで和太鼓飾ってるかというと、はい、あの和楽器コーナーがこちらに。素晴らしい。あのさっき1940年代のマーチンでびっくりされてたんですけども、年代表記がですね、1900何十年とかじゃなくて、大正とか幕末とかしてるんですよ。ちょっとよくわからない年代に入ってきたよ。はい、江戸のものもあるので、江戸時代のもの。江戸ってあの江戸。あの江戸です。いい国。あ、鎌倉幕府。ブランドの名前とかじゃなくて江戸。江戸。ちょっと受ける。太鼓ずつみたいな。すごい。しかもお試しいただけますって書いてありますよ。そうなんです。お試ししちゃっていいんですか。はい、ビワとかね、ビワいろいろあります。すごい。こんな感じで、これはあの人間国宝の方とかが。本当だ、吹いてる。これはあのティッシュ楽器の YouTube チャンネルの方にも上がっているので、はい、よかったらチェックしてみてください。ぜひ、はい、レナさん、トロンボーンが来ましたよ。来ました。でもだから、え、10年ぐらい見てないのかな。そうだよ、絶対そう。え、わ、待って、ホルンもあるよ。私やっておりました、ホルン先生です。すごいね。ホルンです。ホルンだったね。ホルンでしたね。あ、ユーフォニウム用のマウスピース。待って、マウスピースだけでも売ってあるんじゃない。なんかすごいおしゃれじゃない。トランペットラブ太鼓がありますね。こういうふうに。マスピス。うわ、あの、カスタムできるんですよ。すごい。この、ヘッドの頭の部分を、はいはいはい、カスタムできる。僕もこれ知らなくて、担当に話して、はい、あ、そんなことできるんですか。なんか学校にあったマウスピースってもう固定じゃないですか。
なんか私トランペット吹くとき高音がめっちゃしんどかったんですよね。そういうのも、はい、素材とかで組み合わせをいろいろカスタムして自分好みにアレンジ。すごい。色とかでもね、ランジに。確かに。だって金、シルバー、あとピンクゴールド、ピンクゴールドみたいな。でこういうふうに刻印とかも入れられるので。レナってかっこいい。レナ。あのそれうちで受け止まってますので。あら、金管や、え、黒もあるじゃないですか。なんかおしゃれですよね。え、黒のマウスピース。黒のおしゃれ。ケースも困ったらここで。あ、え、すごい。ケースはかなり種類が。うちかなりある方だと思いますね。え、めっちゃ色ありますね。でここで修理されてる。そうですね。リペア関係はここで。はい。今スタッフが全員いないですけど。あ、そうですね。まだ開店前ですもんね。はい、いないですけど。という感じですかね。どうですか、レナさん。いや、いい。久々にやっぱり。うん、あの見たのそれこそ中学生以来に10年ぶりだね。ねえ、対馬さんから、はい、あのリスナーといいますかこう見てくださってる方に言いたいことみたいなありますか。はいはい、ですね、ちょっとお店にね来ていただいて、はい、まあすごいギターとかね、めっちゃギターたくさん見ていただくと思うんですけど、はい、そうですね、あの、まあ、当然中古楽器店なんで、はい、本当にどんな楽器でもありますので、初心者の方、これから歌いたい方、はい、ステップアップ、ちょっといいギター欲しいなって方、そうですね、またもう、まあ、いいギター持ってるけども、もう欲しい、はい、あとは買い取り、買い取りやってますので、はいはいはい、お客さんから買い取らせていただいた楽器がずらっと並んでるので、お、高価買い取りしますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。はい、まあ、お気軽に見に来るだけでも大丈夫です。はい、もう弾かなくても弾くだけで帰ってくる。あの、売ろうとしない。あ、売ろうとしないんで。私は稀ですね。私の稀なんですよ。あの、そうですね。仲良くなると勢いでチャンスを言う。そうですね。さん、行っちゃいましょうってなって。本当、あの、初めてのお客さんそういう感じでしまうので。本当、気軽に見に来るだけで。そうですね。大丈夫ですので、ぜひ。ぜひ。もう、塩湖目の前なんで。はい。いや、まず徒歩。15秒ぐらい。あの、ちっこい、入り口のところから30秒ぐらい。ぜひ皆さん遊びに来てください。いやー、うん、私初めて3回行ったんですけど、私も感動した。すごかった。なんかさ、うん、まあもちろんプロの方も来て楽しめるとこだと思うし、うんうん、新しくね、先ほど対馬さんも言われてましたけど、うん、新しく楽器を始めたいとか、うん、中古楽器店ちょっと怖いというか行きづらいなって思う方も、うん、今日の動画を見てね、わ、めっちゃ行きやすくねってなったと思います、うん。なのでぜひ皆さん石垣さん遊びに来てみてください。じゃあ、レナさんは、はい、またギターを買いますかね。そうね、うん、私もあのサブギターが欲しいのであとやっぱさっきも言ったみたいに、はい、値段が結構そのピンキリやね。そう、うん、目指してるところに行きやすいと思うので。確かに。でその中で結構音色もね、いろいろあると思うんですよ、はい、特に私アコギやってるんですけど、はい、アコギって何かをかますことあんまりないのね。ないないない。だから結構それ一個になるから、はいはいはい、そういう意味でもいろいろもうちょっと見てみたいなと思いました。じゃあこの後私たちは楽器を弾いて堪能してから帰りたいと思います、はいはい、では以上、おつまるでした。おつまるー、バイバーイ。おつまるまるー、いや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 、まるー。